はい、こんにちは、まめと申します。無限夢名実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回お母さんから逃げ切ったんですけど、とりあえずこの別館東側の塔をお母さんに追われたせいで全然調べきってないので、調べにまた行きたいと思います。でも急にお母さん出てきたらマジでまめ本当に心臓ヤバタンなんだけど、とりあえず、かんだ。とりあえず、理科準備室を調べたい。お母さんがいなくなったことで調べられるんじゃないのか？あ、これは？どうした？これはだけで、あ、ホルマリン漬けがあったの、みたいな、そんな感じでしょうか。顕微鏡がある。液体がこぼれている。これ危なくないのかな？メスシリンダーとかいう。あ、声が、やばい。何かの標本らしい。調べられない。あー、ここは、なんかでもメモが落ちてるよね、ここ。気になる。まただわ。今度は何？声がやばいですね。ごめんなさい。下記の数字は、ある規則に従って並んでいる。ハテナに入る数字を求めよ。0が1の時、0となる。え ?0 が。待って、これ、マジですか。これもやばいな。数字がいっぱいだね。もしかしてこれ解くの？俺も無理かも。うん。俺も無理だね。うん。無理だ。ということで、先に他から調べていきたいと思います。行き詰まったら、解いていきましょう。はい。ということで、内側から鍵を開けた。ああ、これ。ぶっ壊すとかあるじゃん。待って、解いてないけど出てきちゃったのでぶっ壊す。マジですか？開いた。あ、やった、放送室の鍵、多目的室の鍵を手に入れた。すごいね、千景ちゃん。渾身の怒りを込めました。ストレス溜まってんだな。誰のせいで溜まってんだろうな。はい。ということで、いろいろ鍵を手に入れたので、何の鍵手に入れたんだっけ？放送室の鍵だけは記憶に。放送室の鍵と、あれ？放送室の鍵だけだっけ？みたい？放送室の鍵と、多目的？違う。多目的室？多目的？違う。あ、多目的室の鍵みたいですね。はい。では、ここ何？あー、理科室入った。もういい。人体模型さんが怖いから。セーブしちゃうスタイル。トイレだって怖いんだもん。前々回かな、脅かされたからちょっとトラウマってるよ。でも特に何もない。あ、調べられない。ということで、上一応トイレ入っちゃう。何もない。ということで、他の教室たちを調べていきたいと思います。多目的室の鍵を使った。あ、また金庫がある。二つのくぼみのある宝箱が置いてある。はい。何この絵だね。はい。なんだ？木があって、根っこに人が住んでるね。芸術的だな。褒めてんのそれ。いやー、もう一枚メモがある。仲間外れを差し出せ？仲間外れどういうこと？太陽、木、人間、ん？どういうことだろう？仲間外れ。これも、後々ね、解いていこうかなと思います。もうほんとね、謎解きが苦手なんで、なんとかしないといけないんですけどね、ほんとに。頭が硬くて、脳年齢マジで
脳トレっていうのを、もう数年前に流行ったじゃないですか、脳トレ。あれをですね、買ってやってみたんですけど、機械が壊れてんのか、何なのか、愛の言葉？愛の言葉、これ分かった。でも話したい。じゃあまず愛の言葉を入れてから脳年齢の話しようかな。いや、とりあえず機械がぶっ壊れてんのか、脳年齢が80歳とか出てきたんですよ、この野郎と思って。で、毎日毎日、その脳トレをやってたら、30歳？いや、サバ読んだね。60歳ぐらいだったかな。ぐらいには、脳年齢が若返ってきたんですけど、また脳トレやってないから多分戻ってるんじゃないかなと思いますね。ということで、1786入れていきたいと思います。1786と、はい。開いた。この文章なんか引っかかってたのはこのせいか。美術室の鍵を手に入れた。そういえば、何？佐々木くんはなんでこんな時間にあそこに？ちょっとね。え？いや、なんでもない。忘れ物をね。忘れ物？まさか！いや、まあいい。うん。でも、千景ちゃんだって、こんな夜中に探し物でしょ？私は。そういえば、何を探してるの？ああ、目的はカホちゃんなんだけど。マリを探してるの。赤いマリ。豆ずっと疑問に思ってたんですけど、マリなのかな？マリなのかな？マリ？見てないかな？いや、見かけてないな。そのマリ、どうかしたの？いえ、頼まれて、探してほしいって。頼まれて、それってもしかして女の子？知ってるの？ああ、いや、見かけただけなんだけど。学校に小さな女の子が一人でいたからさ、すぐどっかに行っちゃったけど。うん、まあびっくりするよね。そうだ、マリちゃんを探さないといけないんでしたね。ということで、セーブして、はい。では、先に進んでいきたいと思いますです。ここは？図書室か。歴史についての本が置いてある。参考書などが置いてある。ただのセロテープだ。あ、応接室の鍵を手に入れた。やった、続々と鍵が手に入っていきますね。図書委員から、図書の貸し出しを希望する場合には、所定の手続きを取ってください。貸し出し中の図書に対しては予約が行います。カウンターの係員に申し出ください。予約冊数は1人3冊までとします。借りた本は必ず返却してください。返却しないと。お元気せんよ。はい、ということね。ああ、めっちゃ光ってる。美術は視覚によって捉えられることを目的として表現された造形芸術、視覚芸術の総称。英語ではフィンアート、あるいはアート。もしかしてさっきの絵のこと言ってる？レオナルド・ダ・ヴィンチは最後の晩餐モナリザなど、精巧な絵画で知られるルネサンス期イタリアの巨匠。以下、ダ・ヴィンチについていろいろ書かれているようだ。ミケランジェロ、イタリアルネサンス期の彫刻家、画家、建築家、詩人。すごいなんか多彩だったんですね。有名な作品としては、システィーナ礼拝堂の天井、フレスコ画や最後の裁判、パオリーナ礼拝堂のセペテロの、パウロ回収。一家ミケランジェロについていろいろ書かれている。この人だけ知らない。ラファエロ・サンティ、世紀ルネサンス期を代表する画家建築家。はあ。聖母マリアと幼子キリストを描いた聖母子作品を数多く残したことから聖母子の画家とも呼ばれ、その代表作有名な作品として、コイスの聖母、ベルベデレの聖母。ちょっとカタカナね、苦手ですね。はい。システィーナの聖母。以下、ラフェーロについていろいろ書かれている。はい。恋愛心理という本が置かれている。へえ、恋愛の本とかあるのか。
図書室って何でもあるのね。ちかげちゃん彼氏とかいたりするの？なんだろう、似たような会話昼間にもしたような。いや、いないけど。そうなの？もったいないな。そんな佐々木くんはきっといるんだろうね。俺そういうの疎いんだよね。はあ。へえ、ここに書いてあることは、机や床、ガラス、フローリングについた油性マジックを落とすための方法である。床机についたボールペンや油性マジックの汚れ落としは、マーガリンやバターを布につけてこすると取れます。その後中性洗剤を薄めた液で油分を取ればシミができません。中性洗剤を薄めた液で油分を取れば、はははは。机、テーブル、床、ガラス等についた油性マジックの落とし方ですが、除光液では塗装まで傷めてしまいます。指先を少し湿らせて、タバコの灰か蚊取り線香の灰をつけこすってみてください。油性マジックの上からそのままホワイトボードなどの油性マジックでなぞり、素早く拭きます。早く拭かないと二次災害になってしまいます。濡れ雑巾にタバコの灰をつけて拭き、汚れが抜けたらすぐに綺麗な雑巾で拭けばよく落ちます。マジックのところにポテチを押し当て粉々に、そのポテチで2分間こすると落ちます。状況に応じて使い分けてください。いっぱいなんか落とし方ね、教えてくれたけど頭に残ってない。また必要になったら見に来ます。夢占いについて、夢占いあるいは夢診断では、夢は見たものの将来に対する希望願望を指すか、これから起きる危機を知らせる信号と考えられている。また夢で見た現象がそのまま実現する夢を予知夢と呼び、可能性がある夢を詳細に検討する場合もある。はあ、予知夢というのは見たことないけど、今日はエレベーターがジェットコースターみたいに動く夢を見ましたね。めちゃくちゃ怖かったですね。とにかく朝起きたら汗かいてました。はい、トイレはもういいかな。あ、でも雑巾とかと屋上への階段は封鎖されている。鍵がかかってる。ここはコンピューター室。あとコンピューター室の鍵を探すって、生徒会室も鍵がかかっている。ここは講義室も鍵がかかっていますね。別館渡り廊下の鍵を使った。今持ってるのは会議室だったかな。会議室の鍵を持ってるので、会議室は2階かに行きたいと思います。その後は、あ、鍵を開けた。あれ、鍵開いてるのに開かない。立て付きわか、まさか。あ、立て付けを直した。いい子ですね。蹴破ったりとかそういうことはしないんですね。はい、ということで会議室に行って、ここだったよね。はい、あれ違う、会議室じゃない。どこの鍵を手に入れたんだっけ。応接室か。バカだね。応接室1階ですね。そういえばパーツも全然集められてないような。はい、応接室の鍵を開けた。あ、灰皿にはタバコの吸い殻が詰まってる。学校でタバコっていくら先生でも許されないでしょ。風景に言いつけてやろうかしら。何もないはずはないはず。何もないはずはないはず。マジで？ない、ない、ない。マジで。あとあと関係してくる感じでしょうか。今は何もないので、あの謎を解けということでございますね。はい。じゃあ、美術室までショートカット。あれ、ここ行ってなかったでしたっけ。美術室の鍵を使った。あれ、あ、何、
アート。何これ真っ黒だわ。何か書かれてない。え、あ、本当だ。アート。なんか逆さ？逆さまというか文字が反転しているね。何か意味があるのか？うん。待って、マメがさっき美術室だと思ってたところは、なんだ？ここが美術室で、多目的室？美術室とマメが勘違いしていたのは、多目的室ですね。こっちが美術室だ。バカったね。ちかげちゃんって何色が好き？いきなり何？なんとなく。まあ黄色かな。へえ、俺は青が好き。豆は、好きな色がね、一番好きな色がたくさんありすぎるんですね。絵の具がしまわれている。ピンクと水色と黄色と白が好きです。デジタル。A が 1? B が 2? C が 3? 書きかけの絵がある。これを描いてたんですね、じゃあみんな。間違え。操作が。ゴミ箱が溢れてますね。気になるところですね。はい。ゴミが落ちている。と、掃除当番がサボったに違いない。これは、ゴミ箱からポテチの袋を見つけて、さっきの黒いやつを、と、これを、これを、この黒を、取っていく的な感じじゃないのか。しかし、何もなかった。今回はじゃあ一回ここで終わっておいて、ちょっと、次回、謎を解くのに、あ、待って、なんかある。ああ、見た。じゃあ、ちょっとね、謎が解けるところまで、ちょっと頑張ってから再開したいと思います。ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、次回もまたよろしくお願いいたします。では、バイチー。